特務支援課。帰ってきたわね。行ってきます。よし、それじゃあ鍋を始めよう。キーヤが準備してくれたから、肉、魚、野菜たっぷりある。たくさん食べて早めに休んで明日に備えよう。いただきます。なんだか懐かしすぎるぜ。はい。さすがに感慨深いね。でも思ったよりも荒らされていませんね。てっきり国防軍の捜索が入っているかと思いましたが。ひょっとしてキーヤへの配慮があるのかもしれない。大統領サイドにとってあの子はあまりに重要な存在だ。大切にしていた場所を荒らして機嫌を損ねたくないのかもしれない。なるほどね。なんか露骨ですが、変わってないのは嬉しいです。コップ、そう、無事でいてくれたのね。そう、お疲れ様。少し留守にしていただけです。またきっと戻ってきます。なんて言ってるんだ。どうやらあれからずっとここで暮らしていたみたいで、私たち同居人のことも一応気にかけてくれたようです。そっか。猫にしては珍しいくらい律儀ね。せっかくだから餌でも用意しようか。俺たちの車なんとか無事みたいだな。しかしこれって確かディーター市長にある程度融通してもらったんだよね。それを使って彼を逮捕しに行くなんて皮肉が効いているじゃないか。そうね、本当にシャレになっていません。まあ経緯はどうあれ、こいつも支援課の一員だ。ちゃんと使えるかどうか中もチェックするとしようぜ。ああ、そうだな。初めて乗りますけど、素敵な内装ですね。サンキュー。この車、キーヤもお気に入りでしたよね。整備状況もいいし、問題なく動かせそうだな。実際の突入の時は、ノエルに運転してもらった方が良さそうだけど。ま、あっちはプロだからな。これで突入用の車両は確保できましたが、一旦課長たちのところに戻りましょうか。そうね、最終的な段取りも聞いておきたいし。これは車載の通信機だな。どこかからの連絡みてえだ。ロイド、どうするの。ああ、とりあえずオンにしよう。みんな、念のため声は立てないよう頼む。お久しぶりね、特務支援課のみんな。キリカよ、キリカローラン。キリカさんすか。タイトの飛燕工事、カルバードの諜報機関のお姉さんか。まだクロスベルにいたとはね。私たちの動きを全て把握しているんですか。この状況であなたたちがどう動くか予測しただけよ。急
忙しい中時間を取らせて申し訳ないのだけど、情報交換をする気はないかしら。それは了解です。キリカさん、どちらに行けばいいんですか？クロスベル駅3番ホームに停車している列車の2番車両。駅に人気はないから安心するといいわ。わかりました。3番ホームの列車の2番車両ですね。ところでレクターさんもそちらに。ご明察。それでは待ってるわ。相変わらず千里眼みたいな人ですね。しかもレクター隊員もいるみたいだけど。まあ行ってみるしかねえだろう。ああ、クロスベル駅に行こう。了解。もしもの時のために備えはしておきましょう。キリカさんたちの話がどれだけかかるかわからない。作戦前だし用事は一通り済ませた方が良さそうだな。キリカさんたちの話がどれだけかかるかわからない。作戦前だし。しかし誰もいねえな。大陸横断鉄道が止まってるなら仕方ねえか。そうね、鉄道公社の人や帝国、共和国の臨検官も国外退去させられたみたいだし。キリカさんとレクターさんは3番ホームの列車でしたね。ああ、ホームに降りてみよう。しかし人がいないホームってのはなんとも物悲しいもんだよな。横断鉄道の列車もずっと停車したままみたいです。そうね。3番ホームの列車というとそちらかしら。ああ、その列車の前から2番目の車両だったね。向こうにある連絡橋から渡れそうです。よし、行ってみよう。3番ホーム、2番車両、しかも鍵がかかっていない。どうする？来たわね。いや、久しぶりだな。ご無沙汰しています。なるほど、列車の通信機から支援課の車に連絡したんですね。ご明察。改めて見るとそうそうたる顔ぶれね。聖杯のドミニオンと伝説の教主が一緒なんて。当然僕の背景くらいそろそろ掴んでいるか。まさかあなた方がクロスベルに残っているとは思っていませんでした。あれからずっとこの町に。ああ、調べることがいろいろとあったからな。だがこれでようやくエレボニアに帰れそうだぜ。調べること。ちなみに俺たち以外にもリベールの関係者が動いてるんだな。ひょっとして知ってるか？ああ、 R&A リサーチのレインズさんですね。もしかして彼とも協力を？ええ、この件に関してはお互い情報交換をしているわね。
民間の調査会社にしては優秀な情報も持っているし。ま、民間だと人手不足だろうから各地に人を回しきれないで苦労してんだろうけどな。そりゃともかく、あんたのボスが撃たれて行方不明なんだろう。こんなところで油売ってていいのかよ。ああ、ギリアスのおっさんのことか。俺が急いで帰ったところで助けられるわけでもないしな。それにあのおっさんにしてみりゃ、自分のこともクロスベルのことも想定してた局面のうちだろうし。想定していたって自分が撃たれること。クロスベルのことというのは今回の事件のことですよね。あのおっさんにとって全ては遊戯版の駒だからな。クロスベルが司法を手に入れて独立どころか大陸全土の支配を目論もうとしていること、帝国軍が返り討ちにあった隙に貴族勢力が帝都を占領したこと、その結果自分が撃たれて瀕死の重傷を負ったことによって泥沼の内戦が始まったこと、にもかかわらずクロスベルという不可侵の壁ができたことによって共和国の侵攻を食い止められていること、あのおっさんにとっては全て想定していた展開だろうさ。そんな化け物だね。本当ににわかにはちょっと信じがたいですね。まあ結社も帝国方面で動き出しているみたいだけど、本当に恐ろしいのは鉄血宰相かもしれないわね。己すらも駒として利用し荒ぶる激動の時代を作り出す、まさに傑物、いいえ怪物だわ。やばいおっさんだとは思ったが、まさかそこまでとは。ピーター大統領はそのことに気づいているんですか。さてどうなのかしら。こう言ってはなんだけど、ディーター・クロイスという人物はパフォーマンスは超一流だわ。でも実際の政治家としてはやや疑問を感じざるを得ないわね。経営者としての観点からしか政治を動かしていないという意味で。それはまああくまで根は銀行家なのでしょう。クロイス家の使命にしても娘の方に任せきりのようだし。ご存知でしたか。ま、こっちにはこっちの情報ソースがあるんでね。あんたらがあのオークションで保護したちびっこ、あの子が核となって司法が誕生した経緯はおおよそ掴んでいる。やれやれ、世俗の勢力がそこまで掴んでいるとはね。誤解してほしくないけど、私にしてもそこの彼にしてもあくまで情報畑の人間よ。個人的な一存で司法をどうこうしようとか考えているわけではないわ。ただ大陸全土を混乱に陥れるきっかけとなったこの事件、その絵を描いた真のフィクサーが誰なのかが知りたいだけなの。真のフィクサー。先ほど言ったようにディーター大統領はあくまで経営者としての側面が強すぎるわ。マリアベル城もそこ知れないけど、政治面よりは魔導技術方面を一手に引き受けているみたいだし、かといって風の牽制は黒幕というにはあまりに自戒的でストイックすぎるでしょう。ギリアスのおっさんにしても結社にしてもクロスベルの状況を利用したり利害の一致で協力はしたが、主体的に行動してるわけじゃない。誰かいるはずだ。政治、経済、歴史、国際情勢、クロイス家や DG 教団、結社の動きに至る全てに通じた上で
各方面に働きかけながらここまでの絵を描いたやつだ。おい、マジかよ。少々陰謀論じみているような気もしますが、確かにパズルのピースが足りないような気がします。まさか。まあそのあたりの確認ができないかと思ったんだけど、あなたたちにも確証はなさそうだし、この程度にしておきましょう。時間もないし、もう一つの要件に入らせてもらうわね。もう一つの要件？うん、簡単なことだ。オルキスタワー攻略作戦、手伝ってやろうと思ってな。え？おいおい、いきなりすぎんだろ。事件の概要が分かった以上、クロスベルにとどまる必要はないのだけど、このまま去るというのも少しばかり寝覚めが悪いから。今後クロスベルがどうなるかあなたたち次第でしょうけど、慢性的な膠着状態に陥られてもこちらとしては困るのよ。ポムットだってクリア直前に放り投げるのは気持ち悪いしな。ま、それと同じってことだ。同じと言われても。というか、いつの間にポムットのアカウントを入手してるんですか？でもまあ、戦力が増えたら作戦の成功率も上がりそうだね。課長さんに相談してもいいかもしれませんね。わかりました。こちらの拠点に案内するので、俺たちについてきてください。